こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第69回目の流れの歌ちゃんをお送りします。今日は2月の12日金曜日ですね。やっぱり緊急事態宣言ということで、今、8時40分なんですけどね。もう外は本当に静か、ね。まだまだね。1ヶ月ぐらいね、こういう感じが続くんですよね。まあそういうことで、僕自身もね、緊急事態の影響でね、ほとんどやることがないんですよね。カラオケ大会もないし、発表会もないし、歌のキャンペーンとかも一切ない、ね。毎日ね、6時から8時まで2時間の営業2時間ですよ。ほとんどお客さんは来ませんね。まあやることがなくて、もう毎日ね、パソコンいじったりテレビ見てたり、まあしてるんですけど、でそんな中ね、最近ね、あるベテランの演歌歌手電話が来たんですよ。で、流れさんちょっと相談があるんだって。実は最近近所のカラオケのお店で12曲入りのね、DVD を作ってもらったそうなんですね。なんだよって言って、いや、発表会とかね、自分のパーティーとかでお客さんに買ってもらえた。そういうのを作ったらしいんですよ。でも、その仕上がりを見て、せっかくね、お小遣いを二人で作ったのに、これじゃもうどうしようもないので、なんとかならんかな、という、まあ、電話なんですよね。そう、でも、見てみないとわかんないじゃないですか。じゃあ、送ってくださいと、この、DVD をね。じゃあ、まあ、すぐ来たんですよ。で、さすがにね、それで僕も見ましたよ、ね。はっきり言って、これじゃ売り物にはならないね。で、どうしたらいいのということで、僕の映像の会社をやってる中松君っていうね、それでも僕も電話をして、まあこういう話があるんだけど、どう思う？12曲も取るんでしょうって、結構なお金ですよねと言うから、いや実はお金があんまないらしいんだということで、いやそれはちょっと大変だとね。やっぱり普通ならね、相当なお金がかかる話なんですよ。でもお金がまああんまりないということで、困ったんです。じゃあ一応乗りかかった船だからね、なんとかしてあげようじゃないのということでね、この中松くんが言うにはね、まずそのスタジオ代がかかるんで、流れさんのお店をスタジオとして使わせてくれるんだったらやってもいいでしょうという、まあ話なんです、そうか、いいよって。じゃあ、とんで、この前の10日の日ですね、歌手の方にしてもらったんですよね。それでマネージャーの旦那さんも一緒に見えまして、まあ3回ほど、着替えてもらってね、2時から5時まで12曲ね、まあ、歌ってもらいましたね。僕のお店は音響的には設備が整ってますから、まあスタジオとしても使えるんです。今ここにお店の写真からその日の模様の写真ずっと並べてますけど、さすがにね、プロの映像の方が来るとね、すごいですね。いろんな道具がたくさんあるわけですよ、ね、我々みたいなのが簡単にこう撮るのとわけが違うんですね。それはすごい本当にね。それでまあ喜んでいただきましてね、
まあお金もいただきましたけど、まあ、本当に格安で、はい、まあ今それはねやっぱりコロナの時だからこういう話もあるんですね。今の貸しスタジオっていうのは、ね、ほとんど閉まってるんですよ。だからね、あのこのコロナの間にね僕のお店で、スタジオ的に使ったのが5回目かな。商品説明会とかね、それから歌詞のプロモーションビデオを作ったりね、僕もあの作りました。それから今日もそうだしね、あのなんとか貸しスタジオとして使えるんですよ、はい、もしあのそういう方がいたらぜひお電話ください。本当にねこのコロナってのは世の中を変えちゃうんだよね。まさか僕のお店でスタジオになると夢にも思ってないからね、はい、まあそんなわけでね、まあ、僕にとってもこうすごくね楽しかったですね、はい、そういうお話です、ね、それとねあのここあの1週間ニュースがすごいですよね。東京オリンピック組織委員長、ね、森会長やりましたね、女性蔑視発言世界中に、飛んでいきました、ね、あ本当に口は災いのもとですよね。あれだけ長くね頑張ってた 大先生じゃないですか。師匠までやった人がね23年本当にご苦労さんだと思うんだけど、ちょっと口が滑ってしまったね。もう世界中からやんややんやのになるじゃないですか。まあ仕方ないね。これでそうね、今日はあの辞任会見があったけどね、うん、辞任会見あれだけ15分ね髪も見ないで喋るだけでもすごいと思うね、僕はね、うん、本当に惜しい人だよね、はい、まあ後任に誰がなるかそれがまた揉めてますよね、はい、うん、まあ明日からだってね、まあ、決まると思うんですけどね、なんとかうまくやらないとオリンピックそのものが、消滅してしまうような雰囲気ですよね。そして東京の今日のコロナ307人、だいぶ減ってきましたよね。ね、この調子でどんどん減ってくれればいいんだけど、まあ甘くないよね、いろんな変異ウイルスも出てきてね、まあ、3月7日までにはなんとかね安心して解除ができるようになるといいですよね。そしてもう一つね、今日はアメリカから待望のワクチンが羽田に届いたニュースですね、まあこのままいけば来週の半ばぐらいからはワクチン接種が始まると、これはまあ本当に明るいニュースですよね。はい、今日はそんなお話をしました。それではね今日のお友達コーナーをですね、キングレコードの小中由紀さんね、曲はですね女の未練橋という曲なんですよね、去年の11月だったかな、僕は久しぶりにカラオケ大会に行ってきたよっていう話を したんですけど、その時の主催者の方なんですよね。はい、それでは歌っていただきましょうね。なんかゆきさんで女の未練橋です。どうぞ。
するたび唇が今もあなたを恋しがる。夏に渡るこの橋を忘れられはい、ありがとうございました。このコナカさんはね、何年か前にやっぱ大病をね、わざわざやってね、去年僕がいたカラオケ大会の時にね、やっと、ステージで歌えるようになったと。そういう絵をお話ししてましたよね。本当にね、今、歌手の方でもね、大病、いわゆる癌的な、わずらっていう方が何人もいるんですよね。まあお互いのこと気をつけましょうね。はい、ありがとうございました。では今日の流れのコーナーはですね、ユミコさんに作曲してあげてね、作詞はあの、ね、ハンジナの窓でおなじみ佐川敦子さんですね。佐川さんと僕で作ったね、最後のリクエストを聞いてください。
私の心の宝石たちよ、すべてあげても悔いないほどにあなたを一途に愛してた。こんなでさよならなのね、二度とは会えない二人ならの。キャンドルライトが青く揺れて、ワイングラスの赤はルビー色、別れの言葉に飾りましょう。最後のリクエスト、ラストダンス。出会いは奇跡と誰も言うように、星の数ほど男はいても、あなたと定めの恋をした。ああ時間は残酷なのね、あの日に再び戻れない。ピアノが奏でるスローオンジャーズ、ここで明日の夢を語った。振り返らないで踊りましょう。最後のリクエスト、ラストダンス。キャンドルライトが淡く揺れて、ワイングラスの赤はルビー色、別れの言葉に飾りましょう。最後のリクエスト、ラストダンス、ラストダンス、ラストダンス。はい、ありがとうございました。最後のリクエストです、ね。次回はですね、浜由良の恋のね、プロモーションビデオを、去年、このカモンで作ったんです、ね。それをちょっと、皆さんに、披露したいなと思ってます、ね。はい、それではね、
高くなったけど、まだまだコロナも大変ね、花粉ですね、花粉もねすごいですからね、はい、気をつけましょうね。はい、どうも今日はありがとうございました。また次回よろしくです。